イメラジオ第2037回、今日は令和2年3月18日水曜日ですね。時刻は午後4時半回りました。横浜港北、日差しがとっても眩しい水曜日の午後です。今日は緑道を走りに行って、その後夢ラジオの放送。あったかいから前の森でも子供たちが遊んでいますね。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。2037回目の夢ラジオ、今回は足利義教についてお話しします。足利義教の叡山弾圧、こんなタイトルでお話しします。義教の叡山弾圧、本当は叡山焼き討ちとか言いたいんですけど、後の信長みたいに焼き討ちしたわけではないので弾圧と言っておきます。足利義教といえば、以前の回でもお話したように万人恐怖、まあ独裁者、暴君、圧政。ところがこの義教はですね、実は義円という名を持つ天台座主でもあった。要するに自分はですね、延暦寺ですよ、比叡山でトップの僧だったんです。あの六大将軍に指名される前はね。ならば、じゃあその自分がかつて僧として未来瞩目されけれど、今現属して将軍という政に携わる立場ならば、慈しみと愛、そして仏法に基づいた、ね、そういう政治でもやるのかなと。全く違くって、イメラジオで何度も指摘しているように、義教というのは日本史でも結構まれに見る、ね、暴君であった。そして今回のテーマ、義教の叡山弾圧、そうなんですよ。実は義教は自分がかつて比叡山の僧であったにもかかわらず、この延暦寺を、弾圧と呼んでおきますね、とりあえず、そういうことをしていた人でもあります。なぜかつては自分がそこで学んだ、そして修行もした延暦寺を将軍になったなら弾圧したのでしょうか。義教将軍は、一言で言うとですね、当時の叡山というのはただの修行の場ではもうなかった、あるいは宗教団体でももうなかった、もう政治団体、しかも武力を伴う政治団体、場合によっては一つの戦国大名みたいな山法師ですね。結局で、この義教としてもですね、もともと独裁政治をやろうと思っていて、言うこと聞かないわけですね、延暦寺は。延暦寺としてもそういう体質なわけですから、たとえ六大将軍が自分とこ出身の義教であったとしても、じゃあ仲良くやりましょうかにはならない、もうやりたい放題なんですよ。で、義教は義教で、一旦将軍になったなら自分がそこの同僧であるとはいえですね、容赦しないぞと。軍事力を持ち、
そして政治にも口出しをし、そして自ら税も取って、そして延暦寺ですからお布施がいっぱい集まりますね。財力も日本で一番お金集まってたのは叡山か、あるいはその後の本願寺でしょうね。もうその意味では戦国大名真っ青、あるいは将軍ですら真っ青なんですよ。政治力、軍事力、財力、そして言うことを聞かない。で、この義教がですね、もう叡山許さねえぞと、勝手なことばっかりしてと。そしてそれに対して叡山の側で高い地位の僧たちがですね、義教と和解しようと思って、和解の場、会談の場に来たんですけど、その会談の場に来た、和解しに来たその高僧たちをですね、義教がもう全部首跳ねたという、もう義教はこういうことするんですよ。すると叡山の側でも今度はそれに抗議してですね、数十人ですよね、数十人の僧たちがお堂にこもって、でそのお堂を自ら焼いて自死するっていう、その焼ける光は京の町からも見えたっていう、そんな事件になったわけですね。もちろん見えるようにやってるわけですよ。数十人のお坊さん方は義教に抗議してと。ですから叡山への弾圧は信長有名ですけど、義教こういうことやってるわけですね。そして後の管領細川政元、空飛びたいって頑張ってた細川政元も叡山を弾圧しています。ですから信長だけの話ではなかった。叡山はもう手のつけられない、そして手に負えない団体だった、当時ね。今の延暦寺は多分違うんだろうと思いたいんですけど、もうこの15世紀、そしてその次の16世紀の延暦寺はひどかった。もう修行僧の、清潔な、理想を求めた、あるいは解脱を求めた、悟りを求めた、そういう集まりなんかじゃなくてですね、もう女がいて、その女と一緒にできた、女と共にできた子供がいてという、金もあって政治力もあって、そして軍事もきっちり整備してると。時の為政者としては言うこと聞いてくれるんならともかく、それがね、独自の価値観で違うことやられたらたまんないなと。だから一定程度の力を持った、一定程度の力を持った指導者があの時代に現れた時、叡山というのは多かれ少なかれ対抗するべきものだった。信長に限ったことでね、ただ信長徹底的にやったとはいうもののね、義教、この六代将軍義教、彼ならこういうこともやりそうだなというものの、かつてはその延暦寺出身だった、延暦寺の僧だった、そこ出身の将軍がそれでも弾圧するんだから、よほどひどかったんだろう。夢ラジオ第2037回、今回は義教の叡山弾圧、こんなタイトルでお話しました。ここのとこ戦国の話が多くなって、
けれど、この戦国カテゴリーをぜひこの夢ラジオで充実させたい。リスナーの皆さんにあの時代の面白さ分かってもらえたらな、そんな気持ちで放送しています。太陽はまだ西の空けど傾いてきて、でもあったかいから子供たちさっきからキャーキャーやってますね。